さて、お待たせいたしました、小沢昭一さんです。この番組は愛される車を目指すトヨタ自動車とトヨタディーラーの提供でお送りします。小沢昭一の小沢昭一的心、20周年記念歌う小沢昭一的心白黒歌合戦、公演小沢昭一、辻垣、宮古志太郎、お囃子山本直澄。さあ今週は大変でありますよ。ほっくりもやもや湯気について考える。お湯が沸きましてほのかに立ち上りますところの湯気について一大考察を展開しようという所存なんでありますが、なんせ私のことであります。お湯と呼べばお風呂と答える、お風呂と呼べばお風呂と答える山の小玉の愛しさよ、古いんでありまして、今週はもう連日怪しいばかりに湯気が立ち込め、もうもうとして心機朦朧、人皆樹木をそば立てて聞いていただきますだけで頭から湯気が立ち上ってまいりまして、興奮のあまり失神する方が出るやもしれないという一大サービス習慣になるんではないか。何しろ湯気について考えるんでありますよ。湯気の道教がネオン輝くお風呂へお入りになったらいかが愛なのか、想像するだに雄大でありますが、道教が出てまいりますと私シュンとなってしまいますので、湯気の道教は想像するだけにとどめまして、暖かくほのかにもやもやっと湯気について考えてまいりたいと思いますよ。冬は空気が乾燥するんでありますね。乾燥いたしますとお喉に悪い。そこで湯気が我々の健康に大切な役割を果たしてくれるんでありますが、最近は電気加湿器というのが販売されております。まあこのメーカーによりましていろんな形をしておりますが、要するに電気人工湯気作り機でありますよね。ソケットを差し込む、あとは自動的に湯気を出してくださる。どういう構造になっておりますか知りませんが、まあとにかく電気で湯気を作り出しまして、お部屋の空気に適当な湿り気を与えるという寸法であります。便利になりました、便利にはなりましたが情緒がないですよね。電気で作られるんであります。湯気だっていやいや押し出されてくるんじゃないですか。その点まあ昔は粋でありましたよ。流し鉢に鉄瓶がかけられてありまして、あれやかんじゃダメなのね。鉄瓶でないと風情にかける。やかんですとグラグラって感じであります。それが鉄瓶となりました途端にチンチンでありますよね。尾をつけると少しまずいんでありますが、チンチンと音を立てる。これは松風の音なんだそうですよ。どうして松風の音がチンチンなのかよく知りませんが、で流し鉢であります。炭も上等と安物がありまして、奈良ですかくぬぎでありますか、こう立てますと年輪がそのまま炭になっておりますやつ。で火が起こると年輪がそのまま火の塊になる。その炭にこう横から灰をかぶせるんでありまして、3つ4つ縦に並べました炭の中心だけが赤く起こっておりますよ。鉄瓶の中のお湯は一度沸きますとそう簡単には冷めない。もちろん下で炭が起こっておりますから、鉄瓶の中のお湯も煮えたぎっております。煮えたぎっておりますが、外から見ましたところはどっしりと落ち着いていらっしゃる。松風の音でありますね。で鉄瓶の口から立ちます湯気もほどほどの湯気でございまして、流し鉢に鉄瓶、色気がありましたよ。お家によりましては流し鉢の隅に小さな銅鉱が生けてありましてね、ちょいっとお調子入れてお燗をつける。火鉢一つで暖房と湯気とお酒のお燗まで一手に引き受けていたんでありますが、鉄瓶からほのかに上がります湯気にはそれだけで色気というものがあったもんですね。流し鉢の向こうにおとみさんが座っていらっしゃらなくても色気を感じたもんでありますよ。しかし今よほどのお宅へでも参りませんと、こういう懐かしい湯気には巡り合えませんね。いやさ、流し鉢の鉄瓶の湯気、お久しぶりだな。ちょっと字余りの与三郎ですが、お父さんは面白くないのでありますよ。新年早々仕事の上でちょいっとばかりミスがありまして、こんな時間まで残業させられた。いえ残業は仕方がない、自分のミスでありますから。ですが残業が終わったとなりますとお腹が空いてくるんでありまして、それに寒いんです。寒いのも面白くねえや。こんな時間に家へ帰りましても、お母も子供もテレビの前にどっかり座り込んでやがって、あらお帰んなさい、
ご飯食べてきたんでしょ。お父さんの分助かったわ。そう言われるに決まってるんだ。それが分かってるから面白くないんでありましてね。面白くないお父さんは空想するのでありますよ。何にもないけど、今すぐおじやでも作りますわ。寒かったでしょ。優しい声を空想するんでありますよ。あの鍋焼きうどんを作る時のあの雪平鍋ってんですか。それに卵だけのおじやなんでありますが、火を止めまして3分間待っててね。こういう3分間なら待つ甲斐があるというもんでありますよね。で3分間待ちまして雪平の蓋を取ってくれるんであります。蓋を取るだけじゃないの。さっと削りました鰹節をパラパラっとかけてくださるの。鰹節がチリチリっとなりまして、ここが大切なんですが、鰹節チリチリっとなりますのがどうして大切かって言いますと、鰹節がチリチリっとしますのは湯気のせいであります。湯気でチリチリ、これが美味しいんだ。美味しいだけじゃない、あったかさがあります。卵1個落としただけのおじやなんでありますよ。料理ってほどのもんじゃないんですよ。残りご飯がほんの茶碗に一杯ありゃどこの誰だって作れるんですよ。実に簡単、簡単にして実に簡単、どうってほどのもんでもないんでありますが、お父さんは湯気のチリチリに憧れるんでありますね。憧れるってほどのもんじゃないけれども、遅い仕事から帰るお父さんは憧れる。お父さんの求めているのは大したことじゃないんだ。それだけのことなんだ。ただあったかい湯気なんだ。しかし、ああしかしだ。マイホームの玄関をガッと開けて、帰ったよ帰ったよ、呼べど答えず叫べど逃げず、3分どころか30分、いや3時間30時間30日待ったとしましても、湯気でチリチリの雪平は絶対に出てこないのでございます。湯気に恨みは数々ござる。湯気に見放されましたお父さん、新しい湯気を求めましてネオンさざめく湯の町に憧れるのでありますよ。ではそこでお父さんの憧れた湯気は待っていたか。待っていたのは湯の町エレジーじゃなかったかというようなお話は明日の切ない湯気の心だ。本日は成人式でございました。街を歩いておりましても、電車の中でもお振り袖姿のお嬢さんたちが華やかにデモンストレーションなさってらっしゃいましたが、めでたく成人式をお済ませになりまして、さあ今日から大人だ、天下晴れてお酒も飲める、おタバコも吸える、おまだもっとなさりたいこともあると思うんでありますが、まあ出来たてほやほやの湯気の立つような大人が大量に本日誕生したわけでございまして、大人誕生、未来のお母さんお父さんがドカッと大量に登録認可されました成人式、お振り袖姿であります、ういういしい大人でありますが、このういういしさいつまで続きますか。もうこの時間すでにしてスナックなんかで、あたい大人なんだよもう、酔っ払ってどうなるのよベロ。大人になっていらっしゃるお振り袖もいらっしゃるんではないか。今週はお振り袖やなかった湯気について考えております。早い時間のお風呂屋さんであります。お風呂屋さんへ一番乗りいたします。湯船いっぱいにお湯は沸いているんであります。一番乗りでありますから、お湯は新しい綺麗だ、ですけれども暑いんでありますね。飛び上がるほど暑いですよ。暑いんでありますが、湯気が立ち込めるという風にはまだなっておりません。広いお風呂場全体がひんやりしているんでありまして、湯桶でお湯を汲みまして流しのタイルの壁にパシャッパシャッとぶっかければお風呂全体に湯気が充満するんでありますが、なことをすると番台に座ってる親父が目ん玉沈黙。まあこの時間帯にお入りのお方は大体におきましてお年寄りが多いんでありますね。しかも学識豊富なお年寄りが多いようでありますよ。学識豊富なれどこうならず、心の中に鬱屈をお姫のお年寄りが多いようでありますね。お若い自分には極道をなさったお年寄りも司祭に拝察いたしますところ、かなりのパーセンテージを占めているようにお見受けするんでありますが、背中一面に彫りましたガマ彫り物でありますが、雲を得て天へ昇らんというような竜の彫り物だったんでありますが、だったんでありますが、お年をお召しになりまして体が二回りも三回りも小さくなった、お金になったんでありまして、若い自分は竜であったんです。確かにそれが今は干からびた、まあトカゲでありますね。でそんな彫り物をなさったお仲間の中に、ただ一人彫り物なしのご老人、いつも隅っこの方のカランの前に静かにお座りでありまして、日本手ぬぐいでキャッ
キャッと。この、かなりクラシックなお年寄りでありますから、石鹸あまりお使いになられ、手ぬぐい一本でキャッキャッと体を磨くようにお笑いの物静かなお年寄りがいらっしゃるんでありますね。いつも端っこのカランの前にお座りでありまして、キャッキャッと体をお磨きでありますが、磨けば磨きますほどシワが目立つ。お体全体シワシワ。半分畳みました小田原提灯なんでありますが、いつも端っこにこの方ポジションをお取りでありますよ。実はこのご老人も我慢をなさっていらっしゃるんでありまして、掘り物なさっていらっしゃるんで、いや掘り物っていうほどじゃない、腕にお掘りになっていらっしゃる。お年はすでに87歳だそうです。お金になってらっしゃいます。枯れに枯れて枯れまして、松の古木のようにお金でありますが、その右腕の肩に近いあたりに掘られてあります掘り物が、花命、命をかけました青春の照明がお花さんの命でありまして、青春の照明というよりは青春の痕跡というべきでありましょうか。その青春の痕跡が花命でありますよ。その青春の痕跡を人に見られたくないために、いつも端っこにお座りなんでありまして、花命のお年寄り、年はとってもシャイなんでありましょうか。まあ、池袋はサンシャインビルにほど近いお風呂屋さんでのお話でございます。お風呂屋さんの脱衣所にあります大きな鏡でありますが、男湯と女湯の仕切りが一面の鏡になっておりますよね。あの鏡の前にお立ちになりまして、湯上がりの湯気の立っておりますご自分のヌードをしげしげとご覧になっていらっしゃる殿方を時々お見受けするんでありますが、殿方なんですよ。しかもいいご年配でありまして、中年太りで下っ腹つまみまして、ご自分でマッサージなさってんですね。湯上がりであります。お湯でふやけております間にお腹の脂肪を少しでもひねり出そうという、そういう魂胆なんでありましょうか。お父さんは旗と思いついたんであります。そうだ、我が家の風呂場の脱衣室の壁に思い切って等身大の鏡を取り付けてみようか。ご自分のためではないのでありまして、奥方のためであります。等身大の鏡を取り付けますと、奥方はご自分のヌードをしげしげとご覧になるであろう。ヌード立ってもうかなりの代物であります。バストは85ぐらい、ウエストは95、ヒップは110だ。下へ行くほど膨らんでいくピラミッド型のボディであります。そのピラミッドの下を、まあ大根2本で支えていらっしゃるあのヌードをしげしげと見つめたならば、筑波さんのガマじゃないけど、我と我が姿に恐れをなして少しは自己反省してくれるんではないか。お父さん一抹の期待を抱いたんでありますね。いくら人間がうのぼれの塊だとしても、あのヌードにうのぼれを持てるわけがないだろう。お前のきっかりさに恥じて、一人静かに背中を向けてお休みしてくださるのではあるまいか。お父さん思い切った清水の舞台から飛び降りる決意で鏡を取り付けたのであります。鏡は高いですよ。等身大の鏡なんていうと大変な出費だ。さあ効果のほどはいかが。お父さんお母さんの顔色を伺った。しかしお母さんは指を迫らずでありまして、いそいそとお寝間の準備を始めたではないか。あのね、鏡見て気がついたんだけど、私運動不足みたいね。当分の間激しく運動しましょうよね。パパ激しく。お父さんガマのような声を上げて頭を抱え込んだのであります。湯気にもいろいろあります。あったかい湯気ばかりと限ったわけではない、冷たい湯気もありますよ。じゃあ冷たい湯気ってのは一体なんだ。これが大変な人気なんでありまして、ムード満点、お色気抜群。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、聞かなきゃ損だよ、聞くは極楽。女体改元、男性躍動という湯気の出るようなホットニュースのお話、明日の心だ。最近はテレビの歌謡番組などでよくなさってらっしゃいますが、スモークをお使いになる演出。昔は発煙筒でありましたが、近頃はドライアイスを使うんでありまして、ドライアイスに熱湯をぶっかけ、途端に白煙もうもうでありまして、この手法をお取り入れになったお風呂屋さんがございます。
川崎は堀の内でございまして、なんとか洗いの時にタンブラーに入れましたドライアイスにシャワーで熱湯を注ぎかけんでありますよね。白い煙が湯殿のタイルの上をもくもくと這うのでありまして、で天井は鏡張りになっております。でーんとひっくり返りまして天井を眺めますと、マットの周囲をスモークが流れていくんでありまして、空飛ぶ絨毯か雲の絨毯か、こういう気分を何と名付けていいか、インペリアルな気分とでも言うんだそうでありまして、実に豪華な気分だそうでありますよ。白い煙に白い泡、白い肌と三位一体、もっとも金と欲とバカの三位一体だという説もございます。泡バカ。世の中には非常に繊細でデリケートなご婦人がいらっしゃるんであります。温泉であります。温泉へご到着になりまして浴衣に着替えます。今のこの季節でありますと丹前ですから、とにかくお着替え遊ばしまして温泉を浴びよう。で温泉の戸をパッと開きました途端に夢に当たりましてね、失神なさる。正確には貧血を起こされるんであります。湯気に当たるとこういうそうでありますが、湯気に触れました途端にクラクラクラッとくず折りになるんだそうでありまして、今時の短大にはこの手はないそうですね。何しろボインボインの八切れんばかりの肉体美でありましょう。まあ見たことないけどもね、え温泉のご婦人浴場でタオルなんか首に巻いてデンマーク体操をやり出すんですって。両手をこう振りましてね、で今度足だよ、右足と左足を交代に横にお開きだ、横にですよ、両足いっぺんに開くとひっくり返るから片足ずつです。これまあ当然でありますが、ラジオ体操もやればヨガ体操っていうのまでもやるんですよ。ですから湯気に当たるどころか短大は鼻息で湯気を吹っ飛ばしちゃう、ついでに後から入ってきたおばばをぶっ飛ばすっていう勢いでありまして、こういう女は湯船に入ります時も飛び込むんですってね。そっと掛け湯をいたしまして体を斜めにして片足ずつしとやかに入るなんて芸当は金輪際できっこい。湯船の縁に立って両手を思いっきり天井に突き上げた上でバンバーン、先に入っている人に頭から飛沫を浴びせて、水かかんの嫌だったらもっと向こう行ってりゃいいじゃないの、文句あんの、え、やるか、プロレスでも追っ始めかねない勢いでありますが、まあ私が申し上げたいのは湯に当たるご婦人の方でありますよ。竹下夢二風だと思うんでありますが、クラクラっとして手をついたりするんですね。何でも夢二風美人からお聞きしましたところでは、目の前が真っ暗になりましてね、星のようなものがキラキラとこう目の中に出るんです。真っ暗になってキラキラするんです。で片手をついて静かに呼吸を整えになる。こういうご婦人は目の前が真っ暗になります瞬間にさっとタオルで胸のあたりをお隠しになるの。体を斜めにして、体を斜めにするところが色っぽいんですよね。この頃のご婦人はあんまり体斜めにしませんね。すぐ土正面ですね。鳩胸でっちりドーンと来い。正面切りますよ。湯気に当たるご婦人は鍋型柳越しです。いなくなりましたね、こういうご婦人。栄養が行き届いたせいでしょうかね。もう柳越しってのは文化財だな。今年から文化庁が保存に乗り出すそうですよ。柳越し保存会。会長は玉三郎だって。嘘でーす。なで型柳越しはともかく、今の時代は万事に情緒がなくなりました。通信がなくなったせいでありましょうか。冬であります。お部屋があったかいとガラス窓が湯気で曇るんでありまして、でも最近の東京あたりじゃそういうこともあまり見なくなりましたね。暖冬のせいでありますか、窓が曇るというのを見かけなくなりましたよ。昔はよく曇ったもんでありましたね。不思議ですね。戦争でありました。青年が学徒動員で戦の庭へと出ていくんであります。その最後のお別れに恋人のもとへ訪れたんでありまして、お別れであります。お別れですが、二人とも慎み深いんでありまして、抱き合ったりなんかしませんよ。彼、青年が帰っていく、それを彼女がお部屋の窓越しに見送るんでありますが、ガラス窓は湯気で曇ってよく見えない。彼女は手で湯気を含んでありますよ。振り向いた青年が窓辺に近寄ってくる。で、どちらからともなくガラス窓一枚を隔てて接吻をなさる。なんだ、女のキスでもなんでもないじゃないか、ガラスを舐めただけじゃないか。私なんかの世代はガラス越しのキスにさえじんと感激したのでありまして、今井正監督のまた会う日まで、岡田英二と倉吉子さんでありましたか、どうして女性にだけ酸をつけるのか、まあ、どうでもいいんですが、あの湯気で曇ったガラス窓を顔の部分だけ丸く拭きまして、万感胸に秘めてお見送りになる。当時青年でありました私、感動を覚えたもんでありますが、キスはともかくといたしまして、昔のご婦人は思ってはいても口に出せない殿方のお名前を湯気で曇ったガラス窓に、正勝さん、
なんてこう書きまして、で急いで消したりしたもんでありますよ。今はそうじゃないですね。今の女はトイレの壁にマジックで書くんだよ。短大のトイレなんか落書きだらけなんですってね。あいあい傘のマークの下に自分の名と恋人の名を冷々しく書くなんての、ならまだ可愛い方なんだって。俺っち男ができたぞ、ほんとだど、羨ましいか、よだれ垂らせ、うっしっし、英文 2B、フーコ、なんて書いてある。この頃、俺って言うんですよ、ご婦人が。いや、女が、俺っち男ができたぞ、だって。世の中もうダメだね。柳越しも竹下夢二風もありゃしね、窓の曇りに字を書くところの騒ぎじゃない。窓ガラスぶち割られないだけでもいいとしなきゃいけねえんだ。頭から湯気が出てくるようでございます。湯気の立つ鍋をつついて一家団らんの夕食でありますよ。ですけれども肉は片っ端から息子がつまみ上げてしまうんでありまして、お父さんの箸に引っかかるのは白菜ばっかり。その白菜も目が飛び出るほど高いそうでありまして、物みな値上げのインフレ到来か、湯気一生金一生なんてことにならなきゃいいが、そんなせちがらい世の中にふんわりほのぼのふわっと湯気の立つようなお話はまた明日の午後だ。道路の両側にお風呂屋さんだけが立ち並んでおります町が、我が国では珍しくないんでありまして、湯水のごとくにお湯をお使いであります。今は湯水のごとくにお湯を使えない、つまりエネルギー節約の時代なんでありますが、とにかくお湯をお使いでありますよね。でご使用になりましたお湯は下水で流すんでありまして、道路にありますマンホール、もちろん蓋がしてございますが、今のこの季節、お客の立て込みます夜の11時頃ともなりますと、マンホールから湯気が立ち上るんでありまして、湯気の向こうのネオンが滲んでおります。省エネ時代、今にきっとお湯を使うことまかりならぬということに相なるでありましょう。そうなりますと泡なんかはどうやって立てるんでありましょうかね。私ね、余計お茶を入れるようになると思うんでありますよ。桶いっぱいのお臼を本気でかき回しまして泡を立てます。お客もタイルの上に正座いたしまして、結構なお手前でございます。茶室風トルコ表千家なんていうのできるでしょうね、きっと。下に浮かんだ茶柱で明日を占う細い指、ご存知内藤八段のお行きでございます。九段かもしれないですね。もう九段でももう十段でもね、どこでも神保町でも何でもいいんですが、色の白いほっそりしたご婦人だと思うんであります。和服の似合う感じ、湯飲みに細い指をお添えになりまして、ほのかに立ち上ります湯気越しにこうちょっと上目遣い、茶柱が立ってるんでありますから多分ほうじ茶だと思うんでありますが、おゆきさんには湯飲みが似合う。まあ湯気は湯気でもラーメンの丼からバーッと吹き上げますような湯気はおゆきさんには似合わないと思うんでありますがね。ちょっとあんたんとこの焼き豚どうしてこんな薄いの、2枚入れてよ。これはおゆきさんじゃないですね、おくまさんって感じでありまして、で湯飲みの茶碗の湯気と違いまして、ラーメンの湯気はもろであります。顔面いっぱいにもろに立ち上ってくる。ご婦人の場合なんかラーメンの湯気でお化粧が溶けるそうでありますね。お茶の湯気と違いまして、ラーメンの湯気は油性なんでありますかね、油でギトギトした湯気、油性の湯気でありますから、お化粧と化学反応を起こすんでありまして、アイシャドウなんかもデレッと溶けて流れるという、つけまつげがポタッと落ちるそうですよ。何これ、お宅のラーメンに入ってんのこれ、何これ、海苔変わってるのにね、嫌にすじまった海苔ね、アメリカ製の海苔かしら。ラーメン屋の親父がっと振り向いた時はもう自分のつけまつげをお食べになってしまった。まあ、かなりどの強い禁断のご婦人だと思うんでありますが、湯気に浮かんだしなちこで明日を占う太い指、ラーメンの丼をお持ちになった指の油でギトギトしたのをスカートのお尻のあたりでこんな風にこう吹きになるんでありまして、この手のご婦人は歯に挟まりましたラーメンの切れっ端を割り箸でこうせせくるんでありますよね。まあ体は温まります。ラーメンは庶民の食べ物でありますが、色気には欠けるようでございます。見えない湯気というのも存在するようでありまして、例えば新婚さんがそうだ。
ご当人たちもかなり意識していらっしゃると思うんでありますが、第三者の目にまで熱々がはっきり見て取れるんであります。目に見えない湯気が立ち上っておりますよ。二人がこう並んでいらっしゃるだけでもこう熱気高熱がほとばしるんであります。しかしまあ最近は何も新婚さんとは限らないようで、高熱人間の高熱カップル続出の傾向は顕著でありますよね。神宮外苑なんか行ってごらんなさい。マイカーが列をなして駐車してます。カーなんとかに移すを抜かしているんですって。あれやだね、外から見えないんですよ。あの狭い車内の空間に高熱カップルが肌すり合わせまして、さらに熱を生産するんです。だからマイカーの車内空間は異常な高熱状態よ。外は寒いの、木枯らしが吹いてんの。ガラス一枚隔てまして、外は北極、中は熱帯。ガラス窓は湯気で真っ白に曇ってるんでありまして、外から覗こったって覗けやしね。中のお二人さんは状況をよく認識なさっておいででありまして、ボルテージが上がれば上がるほど遮蔽効果が上がるということを知ってる。もっとボルテージを上げろ、温度を高めろ、高熱だって言うんで大変な奮闘努力をなさるんだそうでありますが、昔二人は若いって歌がありましたよ。あなたと呼べばあなたと答える山の子玉。それは40年昔の話でありまして、今時のカップルは呼ばなきゃ聞こえないような距離になんかいないんですよ。ぴったりですからね。もうぴったりで高熱高温湯気をどんどん合質になるんであります。しかし熱するものは冷える、熱しやすいは冷めやすい。熱気湯気を発散するだけ発散しますと、あとは冷える一方、途端にバーン、バイバイなんて二言は言いませんよ。エネルギー出し尽くしまして、ただ一言バイ。まあ呆れ返ったと言いますか、羨ましいと言いますか、しかしまあ結局お父さんにとっては羨ましいんでありまして、お父さん生まれるのが20-30年早かった。その差は大きいんでありますが、何のお父さんだって負けてなるものか。カーなんとかだってやればできるぞ。一大奮起いたしまして、一遍神宮外苑の駐車の列へ入ってみたんですよ。お父さんだって高熱高温窓ぐらい壊せることができるんでありますが、足の付け根の筋をちょっと違いましてね、あれどうしてもほら無理な姿勢になるんですよね。結構ハンドルが邪魔で、いやーあのね、会社の屋上で昼休みに中井と相撲取ったら参ったね。もう年だな。貼ってすっきりペタンと貼り薬を部屋の隅で貼っておりますお父さんの姿をお母さんいぶかしく横目で見ているんであります。カーなんとかも筋肉の柔らかいうちですね。出来たてほやほや湯気の上がる玄米パンは最近少なくなりましたが、肉まんならどこでだって売っております。ほっかほかの肉まん。しかしなんとか食べられるのはあれあったかいうちでありまして、冷たくなるとダメでありますね。もう一度ふかして召し上がれ。じゃあ冷たくなった男女関係はどうやってふかして湯気の立つ状態にするかという人生の機微に触れるお話、明日の心だ。頭から湯気を立ててお怒りになる方がいらっしゃるんでありまして、かなりボルテージの高いお方だと思うんでありますが、顔真っ赤になさいまして、ただただ意地にお怒りでありますよ。だいたいまあ光るというか輝くというか夜間系のお粒の方でありましてね、髪の毛のふさふさした方がお怒りになりますと、ドアツテンをつく。頭から噴出いたしますはずの湯気が髪の毛を逆立てるんでありましょうか。夜間系のお方でございませんと湯気が立つまでには至らないようであります。そんな女わしは知りませんよ。弁解をなさる時も頭から湯気でありますね。喜怒哀楽全てにおつむえ、血がおのぼりになるんでありまして、普段からお顔の血色がよろしいような方でございますが、あれ血圧が高いんじゃないですか。湯気の切れ目が縁の切れ目、いえ命の切れ目でございまして、ご親族の方からご順番にご焼香を、あまり新規更新するようなことはなさらないようにしてくださいませ。お父さんふと旅に出たくなったんであります。いろいろと面白くないことが重なったんでありまして、頭から湯気を立てるよりこれは冷ました方がいいと思ったんでありますね。そんな時お父さんが思い出しましたのは、20年前に旅行した能登半島の小さな町でありました。温泉があるというわけでも、有名な神社仏閣があるというわけでもない、しなびた町。20年前その頃お父さん学生でありまして、学生だったお父さんバスでそのひなびた町に降りたもんでありました。バスの営業所でどっかしかるべき宿を紹介してほしいと頼んだんでありますね。大田へに出たのは17、18のバスガールでありました。
肌が小麦色の丸顔でつぶらな目の少女でありましたよ。少女はお父さんの依頼を受けますと、実にテチパチと旅館へ電話をかけてくださったんでありまして、学生さんなの、安くしてあげて。そう、お一人よ。一泊ですって、一泊二食350円でどう？いくら学生の身とはいえ、お父さん600円ぐらいを予定していたんでありますが、つぶらな瞳は一泊二食350円で OK を取り付けてくれた上、旅館への地図を手早くしかも正確に書いて渡してくれたんでありました。商人宿でありました古い宿ですけれども、宿の人たちは親切でした。夕食はすき焼きでありまして、ですけど一泊二食350円でありますから、まあ、牛肉とはいかない豚すきでありました。小さな七輪にアルミの鍋を乗せて、宿の奥さんが学生だったお父さんの部屋に運んできてくれたのをお父さん今もはっきりと記憶しているんでありますよ。20年はあっという間に過ぎました。能登半島のひなびた町の宿の前にお父さん立ったのであります。宿は小綺麗に、しかしいかにも安っぽく改装されておりました。町並みもしっかり変わってしまった。全てが変わりました。能登半島の小さな町でお父さん思いにふけるんであります。20年前のあの翌日の朝、親切にしてくれたあのつぶらな瞳のバスガールに宿を紹介してもらったお礼の挨拶に行っていたとしたら、もう一度会って二言でも三言でも会話を交わしていたとしたら、俺の人生は変わっていたかもしれない。お父さん、バスの営業所を横目に眺めながら海辺へ出たのであります。能登は冬でありまして、風のない穏やかなお天気、頬に刺す寒さ、海の水の方が気温より暖かいんでありましょうか。静かな海の水面から白い湯気が、正確には水蒸気が凍るのでありましょうが、ゆったりと湯気が立ち上っているのであります。じっとその海を見つめるお父さんの胸に何か温かいものが込み上げてきたのでございますが、まあ単なる感傷、たまにはセンチメンタルに孤独になるのも働き蜂のお父さんには薬のようでありますね。しかしまあ帰ればまたいつものお父さんの明け暮れでありますよ。満員電車の通勤でありまして、暖房の効きました満員電車の一息で、この一息でというやつ、肉眼では捉えにくいんですよね。ムーッと来ますが、目では見えないんでありまして。ですけれども、メガネをおかけになったお父さんの場合は、寒いプラットホームから電車に乗り込みました途端、メガネが湯気で真っ白になりまして、前が見えなくなるんであります。実に見事にメガネが真っ白に曇るんでありまして、まるでウルトラマンの目ん玉だ。満員電車でありますから、全く身動きがつかない。メガネを外しまして、曇りを拭くなんていう余裕は全然ありません。ですけどもお父さん、見えてなくて不自由するかしないんでありましてね。おお、ほほ、こらいいぞ。おお、印象が分かんなくてこらいいぞ。お父さんはどっかの誰かに変身した気分になるのでありまして、これと見当をつけました若いご婦人に肉薄を開始するのでありますよね。しかしいきなり手を握る、そういう直接的肉薄はいたしません。お父さん痴漢ではないのでありますから。ウルトラマンのお父さんはそれとなく相手の出方を確かめるんだそうであります。ご婦人の横にポジションを取る、で耳にこの息を吹きかけます。いや、痴漢じゃないんでありますから、あの息を吹きかけないように吹きかけるんでありますね。これは高等技術でありまして、でお相手のご婦人がこうくすぐったそうにお体をおねじりになります。ブルーこうお震えにでもなったら閉めたもんだと申しますが、あのちょっとでも嫌そうなお顔をさせてはいけないんだそうですね。痴漢じゃないんですから、で相手のご婦人は反応してきたんでありますよ。お父さんに肩を預けて息をあえらせているんでありますよ。でももう痴漢でもいい、逃げろ。お父さんはそう思った。車内のあったかさに慣れましたメガネの湯気が消えてなくなっているのでありまして、返信は3分間で終了。透き通ったメガネの向こうで息をあえがしていらっしゃるご婦人はお父さんよりぐっとご年配。ご要望の子供かのガラパゴス諸島に生息いたします鬼トカゲさながら、その鬼トカゲがカメレオンのようにほっぺた赤くしたり青くしたりしまして、お父さんにすがるような眼差ししてるではないか。なんでしたら次の息で降りましょうかというような、釣り上がった面玉産ませていらっしゃるではありませんか。お父さんハッとして手を引っ込めたのでありました。お父さん痴漢じゃないんですから。
5日間にわたりまして幽霊について考えてまいりましたが、ほっかりほやほやとは行かなかったようでございます。もう幽霊のことなんか忘れましょう。湯気飛んでけと忘れまして、来週は足元について考える、足元を見透かされるお話、足元に火のつくお話、あの子の足元はいつも可愛らしい赤いハイヒールでというような、足元についてのあれこれのお話、来週の心だ。小沢昭一の小沢昭一的心、トヨタディーラーと愛される車を目指すトヨタ自動車の提供でお送りしました。